野田チャンネル。ラドマン、ラドマン、東京ダマ、イエーイ、めっちゃホルデー、プッシュプッシュプッシュということで、ありがとうございます。ということで、また、ノンジャンル雑貨、箱いっぱいセットをですね、買いました。7箱買いました。ありがとうございます。あた、納品書開きました。100個以上入ってます。ジャンク品ですからね。でね、だからなんか多少あってももう文句は言えない。ね、ピントは合ってますかね。2000円です。2000を7個ということでね。1万4000円でございますね。そしてなんか手数料が取られて300円取られて、1万4000円、300円ということですね。ありがとうございます。あ、領収書あった。はい。ありがとうございました。行きましょうか。お、なんだこれ、実写じゃない急に。何これ、お、なんだこれは、誰これ。1円が5個。1円が5個となっております。なんでしょうかこれは。ちょっと開けてみましょうか。ね、はい。これは、ツイステですね。ツイステのクリアファイル。ね。で、これなんだろう。これ何これ。これ何ですかね。あ、二次三次。うちは。これは何、特別号、バンドリ特別号。新聞これ。スポーツ報知。何これ、え、新聞の広告かなんかこれ。え、バンドリって何、新聞があるの。え、何これ。は、あ、こういうのがあるのかな、ね。うん。バンドリの新聞です。こういうのが売ってたのかな、ちょっとごめんなさい。あんまりよくわからないんですけども。これは歌ってみたの本の、ポスターですかね。これ歌手の方なんだね。歌ってみた。ね。ポスター、これ雑誌の付録かな？ね。はい。そしてこれはなんだ？これ紙、何の紙でしょうかこれは。何でしょうかこれは。わかりませんね。あ、抱かれたい1位。男1位に落とされています。ね。これなんか飾るやつだね。で、これが銀玉のクリアファイル。ね。この辺はまあ知らないね。いつもね。これなんだろう。あ、月歌のノートでございます。ね、月歌のノート。これ一緒だね。あ、これダブってしかも。ね、ね、ノート。なんだ、非売品。なんか買ったらもらえたのかなこれ。ね。このノート同じシリーズだね。はい。あ、出たー。へっこんでるし。ドラゴンボールのコップ。ね、はい。ちょっとこっち置きましょうか。そしたらね。はい。コップがいっぱいあるね、これね。ヒロアカのコップ。はい。ドラゴンボール同じコップ。これ何ですかこれは。え？あ、これもドラゴンボールタンブラーって書いてあるね。ギニュー特選隊って書いてあるね。丸もついてるし、ね。はい。そしてこれは、同じドラゴンボール。いっぱいですね。ドラゴンボールいっぱいですね。はい。これは何だろう、クッション。彫り。ん？ほろり何これ。何これ、ちょっとわかん、なんて書いたかわかんないんですけど、クッション、プニプニ、ビーズクッションですね、これね。ちょっと隠れちゃうな、これ。ちょっと待って、ここね、かわいいかな。あ、オラフ、穴雪ですね。穴の雪の女王。穴の雪の女王って言ってる。お、新仮面ライダービジュアルシート。これ一番くじかな。ね。はい。こっち行きましょうか。映ってます？大丈夫かな。またぬいぐるみだ、これ。おそ松さんかな、これ。ね。おそ松さん。これは何？あ、ツイステぬいぐるみ。はい。しわくちゃですね。あ、ポケモンか。ポケモンのタオル、しわくちゃ、ポケモンのタオルですね。これもくじだね。はい。これ、ハンカチ。あ、ヒロアカのハンカチですか、これ。ね、ハンカチ。お、袋にも入ってないっていうね。うわぁ、ね。はい、ちょっと埃もついてるけど、はい。ヒロアカの、うわぁ、さすが2000円だよね。しょうがないね。フェイトグランドオーダータオル。タオルばっか、ヒロアカのタオル。この一番くじのやつ。はい。これなんだこれ。怖い。なにこれ。気持ち悪いけど、なんだろうこれ。ミュージカル、忍たま乱太郎。忍たま乱太郎だそうです。はい。ね。ちょっとあんまし、見たことないから、よくわかんないんですけど。はい。ヒロアカのタオル。
ワンオワン。これなんだろうな。なんか、0円ですわ、しかも。これ、ブランケとかなんかかな、チャック開けたりすると出てくるやつ。あ、バッグか。このでも取っ手みたいのがある感じが、バッグですよ。折りたたみバッグみたいな。ね。はい。そしてこれもまたタオル。50円かける10。あげますか。タオルばっかだね。タオルばっかりだね。誰これ、ちょっとわかんないけど、タオル。しかも同じやつでしょ、これ。同じのタオル。ね、番号だけついてるけど。はい、ね。ちょっとわかんないね、これね。そして、この、なんか、一回開けてあるのかな、番号ついてるけど、いろいろと。ね、ちょっとごめんなさい、わからないキャラクターが。ね、これ全部同じやつかな。ね、なんかキャラクターの、インデックスって書いてあるのは何だろうな、ちょっとわかんないんですけども、なんか、ね、キーホルダーとラバーストラップかな。さあ、これなんだろう。うわ、細けーです、今回。マジかー。細けーなー。うわ、なんか落ちた。これなんだ、うま娘って言ってた。これなんでしょう、これも馬娘ですか、これは。これなんですかね、 MQ か、楓さんですね、これね。はい、わからない。あ、 V スポって書いてありますね。あ、これ開いてないのか。 V スポってやつなの、これね。ピント合ってますか。 V スポってやつかな、わかんない。これ窓かマギかじゃね。ね、これはそうですね。これちょっとわかんない。この辺ちょっと、これは馬娘でしょ、これ。ね、耳があるから。これも馬娘かな。ポーチ。ね。これも馬娘でしょ。ね。ということ、聞きません、これね。この人だね。はい。で、あ、これは何だろう。これも馬娘かな。耳がありますよ。まあでも、なんとかアップデートとかでは、ちょっと合ってるかどうかもわからない。そしてこれですね。これが全部、あ、違う。V スポって書いてあるやつと書いてないやつがありますね。ま、これ V スポって書いてある、これも。V スポって何？ちょっと待って。開けて、一応開けてみますか。さっきのなんかよくわからないやつなのかな。あ、もうさっぱり。もうこれじゃもうわからない。もうダメです。ねえ。これ V スポって知ってる人はもう、あ、あれねってなってるのかな。ね。デフォルメはね、売られやすいんですよ。いつも言いますけども。毎回毎回ね、口を酸っぱくして。おばあちゃんみたいな言い方だ。はい。ということでこれね、はい。もうわからないですね。すいません、知りません。お母さんは知りません、もう。という感じでね。ごめんなさいね、あんまりね、あんまり見ないんです。わかんないんですよ、こういう女の子が出てくるやつって。ね、申し訳ないんですけど、見ないからわかんないよね。これも V スポットですかな、ね。あ、これ違う。ほら、可愛い感じになってる。ね、ミニキャラじゃない。ね、ということでね、これ見ないんですよ。ちょっとわかんないですよ。あんまりね、ジャンプ作品でももう限られたものしか見てないからね。あら、かわいいね、でも。君かわいいね、ですよね、これね。ということで、ね、あんまりおじさんがかわいいかわいいってのもちょっと気持ちいいかなと思って。最近はね、あ、こう、ダブってる。ダブってるの、はい、これなんだこれ。あ、ちいかわ。ちいかわだ。これもかわいい。50買い取りだね。50買い取り。あ、これだ、これ。あ、ムーミンのキャラクターと、これなんだ、これ馬娘かな、なんだろう、これ。犬ついてるな。チョコの、うわー、このな、あ、リゼロですね、これね。これリゼロです。はい。後ろ向いちゃった、これ銀玉の人ですね。ほら。ね、あ、大仕上げ。あー、日焼けしちゃってんだ。日焼けしちゃってます。色がちょっと、白がね、色が汗だ。さあ、これ行きましょうか。
そうそうそう。あ、いいね。ブルロックかっこいいじゃん、これ。しかも新品？開けてないっぽいですね。売れる前に、あれかな？アニメが終わっちゃったのかな？これも、あ、ちょっと、2000円としてはいいんじゃない？あ、ブルロック、ほら。アクリルスタンド、これいいね。悪くないんじゃない？しかもこれ。おぉ、スモーカーさん、かっこいい、これ。ワンピースアクリルスタンド、これ。開けてないんじゃない？これ大丈夫？おぉ、ジンベイさん、これしかも金かかってる、このメタルチックな感じのアクリルスタンド。すげえね。ジンベイさん。そして、もう見えてたと思うんですけど、ブルック。これ、高そうだな。高そうですね。値段が書いてない。ね。あ、書いてあった。1980円。これ、2000円もするよ、これ。うわー、すげえ。これで6000円ですよ。1個分の値段だよ、これ。福袋。やった。いいもん買えた。あ、これはすごいね。これ開けますか、もう。絵に描いたような一番くじのお皿が入ってましたけども、何個も、何個も何個も入ってますね。そして、あ、これは、あ、子供時代ローさんかな。ワンピースで。はい、おー、いいねー。いいねー。あー、ちょっと名前忘れた。ど忘れした。ワンピースですね。ワンピースですね。子供のルフィ。いっぱい入ってシャンクス、はい、ワンピースですね、入ってます。はい、なんだこれ、呪術廻戦だ、カンだ、カンカン、おう、ナナミンが入ってますね。ナナミス、はい、くっついちゃうから出しづらいですね。おう、ワンピース、ワンピースももうそういう時代なのかな。うわー、あ、これ、あ、うん、テープで留めてある。あー、これ一番削るやつ。はい、ジンベイさんね、ジンベイさん、これもテープで留めてありますね。はい、そうだ、開けづらいね。よし、はい、ヤソップ、ヤソップですごい、来ました。そしてこれ青いからな、もう早くも、あ、違う、ブルックでしたね。これ映画のやつかなね。さあ、そしてこれ、呪術廻戦ですね。ラバーストラップ。はい、パンダももちろんいますね。これなんだこれ。あ、配給。なんか、ジグソーパズル型のクリップですね。はい、今度は、あ、鬼滅の刃。これもあれか。フィルム、あ、フィルムレッドか、これ。よく考えたらね。映画のやつだ。はい、これ誰？あ、バルトロメオさんね。出てくるかな、また。すごくね、ワンピースのやつ。これ、ウソップって書いてあるわ。ねえ、こんなに1個高かったろうに。ね、はい、じゃあ、おー、サカズキ、赤犬ですね。はい。ね、なかなかいいですね、これ。悪くないですね。2000円でこんなにいいのが入ってんの、これ。あ、ドレックス、ドレイク、エクスドレイク。ね。この人も、海軍というね。またぜひ来てほしいなと。あ、まだ終わってなかったし、ここまでの終わってなかった。あ、ワンピースですね、この辺ね。まあ、開けてあるやつ。あ、ヒロアカ、あ、これ高かったよ、これアニメやった時、一番ブレイクしたヒロアカの時、これ高かった、これ一個高かったよ。はい、そしてね、ノバルスさん、なんだろう、小皿、あ、小皿はいいよね、もう一番くじ小皿です。はい、ねえ、いくらだった、一回いくらだったかわかんない。小皿っていうのがなかなかね。うわー、これもう良くない？バッチだらけ。うわー。しかも、10円買い取りだ、37って。うわー、このバッチ。高かったのに、これ。10円か、買い取り。まあ、でもそういう時代ですかね。うん、もうそういう時代ですよ。新時代。あ、パンダが遠くに行ってる。悲しいね、あれ。パンダ遠く飛ばせる。あ、これ、なにこれ。これなんでしょうね。あ、配給かなこれ。黒子配給か。じゃ、ちょっと、パンダそっち、そっちずらしましょうか。ね。はい、マジかー、これ時間かかっちゃう、これ。開かないんだよ、テープで止められると。はい。あー、そっかそっかそっか。あれだ、赤髪海賊団がいっぱい出てくるからか。ウカです。ね。名前どう忘れちゃったけども。ね、はい。あ、これオーブンだ。ね。はい。あれはあれですよね。なんだっけ。リンリンの部下ですよね。
倫理っていうの、一生さん、おー、これ海軍ね、はい、一生さんもあれかな、ね、また出てきてほしいですね、はい、あ、これなんだっけ、名前わかんねえ、はい、開けんの大変だな、これ、はい、ダブった、これ、しかも、ダブってんじゃないですか、さあ、行きましょうか、はい、ドン、おう、金エモン。これなんだ、呪術廻戦のアクリルの筆持ってるやつ、全部バッチかと思って入ってたね、はい、ね、なんだっけこれ、イワンコフ、ね、イワンコフとか間違えちゃったイワンコフね、はい、そして最後かなこれがね、はい、ダーンタシギさんってことでね、はい、細かいのもまだあるの、何これ、これワンピース、あ、ワンピースのやつだな、これ。ねえ、これパーツ足りない、なんか、部品だけのやつかな、これ。ねえ。部品だけ足りてる、これ。はい。何かの部品のやつかな。なんだ、30円が2個。これあれだな、ヒプノシスマイクの、コロコロのクッション。ね、クッションじゃない、マスコットね。はい。これなんだろうね。なんでしょうこれ、ちょっとわかんない、二つダブってるやつですね、はい、これもクリップね、さっきのやつと同じ、ああちょっとごめんなさいね、これどっから開けるかわかんねえ、うるさいよねガサガサね、これね、申し訳ねえっす、これ開かねえな、どっから開けんだこれ、どうなった、あ、これさ、こうやってなんかさ、この昔の古本屋さんの本の束ね方のやつだ、これテープと使わないでいけるやつ、はいはい、つってもわけわかんないですよね、これなんだろうね、いやーこれちょっとわかんないね、はい、これもなんかちょっとなんかわかんない、僕犬ってやつか、犬僕でしたっけね、犬僕シークレットサービス、あ、この辺全部そうなのかもしれないね、はい、ね、はい、ちょっと顔隠れちゃう、はい、これもそうなのかな、シュレッダーとか、あ、これ犬僕が下書いてありますね。はい、箱ね。はい、はい、これはこれもそう、ちょっとわからない。あ、これはヒロアカのフィギュア。あ、うん、これヒロアカのフィギュア。このデック君だ。ね、10円だそうです。書いてあるね。はい、気をつけろ、10円だそうです。はい。これなんだ、あ、アンサンブルスターズのあの、指輪のライトですね。これが3つ入っております。はい、電池抜いてません、書いてありますね、10円です書いてあるもんね、これもね、はい、さあ行きましょう、開けんの大変なの、ちょっとしんどいな、ねえ、でもこれこんなにあって2000円だからね、よくない、よくないこれ、あ、これ配給ですね、よくなくない、ということですね、はい、あ、これ全部配給ですね、はい、配給配給配給ということでね、全部配給ですね、はい、あ、これ、いや、これ、こういうのがいいのよね。はい。わかりやすくていいです。開けやすい。あ、これちゃう。嘘だろ、ほんとにもう。結局、あ、これ、あ、これ。二重ですよ、二重。お手間かけます。はい。あ、これアクリルじゃん。あ、これね、僕とさ、僕とさじゃねえや、これ。違うわ。なんか、ちょっとごめんなさい。知ったかぶりました。すいません。違った。違ったのかね、ちょっとよくわからないんですよ、正直なところ、もう誰が誰だか俺にはわからん、はい、そしてこれね、はい、はい、はい、この人、あれ同じ人ばっかりね、だから打ったのかな、はい、もうちょっとで終わりです、やっぱ2000円ですね、さすが2000円、もうね、あのほぼ終わりです、よいしょ、これはあれかな、ラブライブですかね、はい、ラブライブですね、これね、はい、落っことした、これもラブライブですね、ラブライブ袋かな、これはね、ちょっとこっち向けましょうか、はい、ね、はい、これもラブライブですか、これはね、大きいね、はい、見えてるのからいきましょうかね、どんどんね、これもそうだね、はい、はい、ラブライブ、はいはい、この辺もそうだね、はい、はいはい、かわいいね、これもね、はい、はい、かわいいキャラクターがいっぱいです。これもか。はい。はい、見たことあるぞ。はい。はい、あ、これ同じかな。はい。
もう一人、はい。で、空いてない、空いてるんですけどね。空いてますけど見えないやつ。はい、ああ、お金かかってそうだね、これね。立体感がすごい。ね、はい。これもかな。はい、ほら、ね、はい。よし、そうしますと、おしまいです。ね、空っぽです。ね、2000円ですから、まあ、これが最後でございます。はい。30円が3個です。ね。はい。棚卸しでもしたのかな？ね。お、これなんだ、ブルーロックですかね。これね。立体的なフィギュアみたいな。マグネットか。ね。はい。そしてこれなんだ。ヒロアカ。これジャンプショップかなんかかな？原画なんじゃない？ヒロアカデミアと、ね。絵柄が違うだけ。作りは一緒ですね。呪術回戦ね。じゃあ、ヒロアカから行きましょうか。ね。うるせえかな。でかっ。でかっ。これです。ね、だいぶでかいですね、これね。いくらですか？ 550 円だって。はい。ってことでね。はい、これね。ヒロアカね。そしてこれ最後。ダーン。ね。呪術回戦でございます。全15種類。来ました、ダーン。渋いな。草壁さんです。学校の先生ですね。はい。ということで。はい。ということで、おしまいです。ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして、高評価、お願いします。そして、顔のチャンネルは、毎日17時に新作動画をアップしているぜ。それで、ベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくと、ライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録、お願いします。俺は100円ライターが一番好きだぜ。100円で買えるぬくもりが、俺は好きだぜ。そいつで、俺は、タバコに火をつける。別の動画も見てね。